はい、皆さんこんにちは。今日もノーザンライツやっていきたいと思います。前回ですね、こちらですね、農場の方にたどり着きました。こちらですね、廊下の方に地図があったんですけど、ここの上に地図がありました。ゲーム中にはちょっと気づきませんでしたが、その後気づいてゲットしています。さあ、今日もちょっと旅に出たいんですが、まずはちょっと寒いということで体を温めていこうと思います。さあ、バッチリ体温温まったので行きたいと思います。お、なんかいる？あいつはなんだ？イノシシか。やばいやばいやばい。なんだ？狙ってる？こっちを狙ってますかね。ちょっとめんどくさいな。クマかな？イノシシかな？ちょっとめんどくさいので、相手にはしたくないんですけどね、明らかに狙ってますね。ちょっと攻撃しておくか。ほら、鉄のスピアをくらえ。よいしょ。さあ、突き刺していきましょう。はい、これで倒しましたね。こいつはイボイノシシですが、これでとりあえず食料とかに分けれるみたいです。まあ、せっかくなんでね、準備していきたいと思います。インベントリーがいっぱいで全然持てませんね。荷物の方はこんなにぎっしり。他にも入れたいものがいっぱいありますが、とてもじゃないけど入りそうにありません。さあ、貴重なお肉もゲットしましたので行きたいと思います。まずは今がどこを向いてるかですね。この南になんかあるっぽいんですが、ちょっとわからないので、このまま行こう。画面の上側の方がまだ切れてますので、北の方に向かっていきましょうか。方角はちなみに自分はどこ向いてるんだ？そちらを見ておかないと、ダメですね。よいしょ、一旦降りてコンパスを見よう。特定なのでこっち側の方角ですね。あっちの北西の方向に向かっていきたいと思います。さあ、特に何かあるのかな？こういう風にどんどん建物を見ていかないといけないんですけど、拠点を作った意味があるのかどうかですよね。なかなか拠点に戻れないと、アイテムもいっぱいですし、新しいものが全然持ってません。さあ、えらいことになってるぞ。さあ、どんどん進んでますが、現在は、やばい、方角が違うところを向いてる。さあ、ちょっと降りて訂正しましょう。よいしょ。さあ、これでコンパス見ると、あれ？おかしいな。ちゃんと向いてるはずですが、農場から違う場所に行ってますね。もうちょっと西の方に向かっていきましょうか。あっち側ですね。木と谷の間ぐらい、こっちの方角に向いていきましょう。こういう凸凹のところに行くと結構飛び跳ねてね、方角狂ったりしますので、いい感じで見つけないといけません。やばい、はまった。さあ、海沿いまで来てしまいましたね。現在はマップの北側の方まで来ています。もうすぐですね、見たことのない新しいマップの方に入るではないかと思います。ただ、何もないですね。せめて道ぐらいあれば、しっかりとそちらの方は走れるんですが、道もありませんので、このままですね、いろいろ凸凹道を行きながら、次の目的地どこなのか分かりませんが、探していくことになりそうです。さあ、なんか道を見つけたと思ったら、建物の方も発見できましたね。これ戻ってきたわけではないですね。新しいマップの方に入ったみたいです。なんか基地かな？飛行場か。飛行場の方に来れました。ちょっとこちらの方を探索していきましょう。まずこれはとりあえず置いといて、敵は今まで出てきたことないんですが、見ていこう。ちょっと体が冷えてますね。さあ、こちらの方は本かな？本は、拾える。さあ、他はドアを開けて、ロッカー開けていきましょう。いくぐらいあるかな？紙、ポークライス。食料ですね。インベントリーがいっぱいでちょっとどうしようもないですね。さあ、パーカーがちょっと、パワーアップしましたね。紙は捨てる。OK。これはいらないぞ。あ、飛行機あった。飛行機あった。これで脱出とかできないのかな。操縦席には乗れませんね。ということで、ちょっと周りを調べていこう。あ、これ開けれる。あ、イワシの缶詰。ただし、インベントリーがいっぱいと。少し何か食べましょうか。イノシシの肉を消費しましょう。先ほど出てくるときに焼いたやつですね。さあ、木箱しか開けれないのか。さあ、木箱しか開けれないみたいですので、次の、格納庫。あ、こっちの家っぽいやつも行くか。さあ、こちらも行きましょう。他にはどうだ？入り口側は分かりませんね。あ、こっからありそう。さあ、ここ入り口あった。あ、もうかなりもうボロボロですね。エナジーバー。コップは無理。こっちの机にも特にはありませんね。あ、ちょっと待ってよ。あ、ライターか。ライターはあるんだよな。あ、地下室がある。地下室があるぞ。地下室ありますね。その前にロッカーを開けていきましょう。パーカーは常に新しいものに着替えて、しっかりと、何ですかね、耐久値を回復していきましょう。ガロッシュは OK。こっちは何だろう。特に何のかな。なんか謎解きとかありそうですが、単に廃墟化してるだけですね。うん、何にもなしか。さあ、他はどうだ？あ、人が、やばい、死んでる。死体を調べてみましょう。ライフル弾。それと、オレンジソーダか。飲み物をちょっと飲みたいと思います。ブルーベリージュース、5。さあ、これでオレンジソーダ拾う。あ、地図の破片か？違う、紙か。地図の破片かと思いましたが、違いましたね。さあ、ロッカーの方は開ける。こちらの方で、あ、今度こそ地図の破片だ。よしよし。飛行場が見つかりましたね。ということで、徐々に上から、埋まっていってる感じがします。さあ、他に何かヒントになりそうなものとかはないのかな？ここら辺でも全くないですね。うん、特には何にもない。いやー、やばいな。暖炉とかないと体が冷えるのに。さあ、ジャンプで降りるか。他には飛行機があるだけですね。あ、格納庫もう一個ある。格納庫がありますね。ちょっと重いのかな？あー、ちょっと重い。荷物が重すぎて、ちょっと何か捨てないといけないかもしれませんね。まあ、仕方ない。これ、薪を捨てて少し軽くなりましょう。まあ、ちょっと焚き火にしてもよかったな。あ、そして燃料タンク。これがあるぞ。燃料がありますね。よし、ここに入ってみましょう。さあ、どうだ？椅子、解体するしかないですね。あ、これはライフル。ライフルの弾はめちゃくちゃあるんだけどな。ライフル自体がありません。画鋲。これは紙はゲットしてないかな。わ、やばい。人死んでる。死体を漁ろう。飲み物がもらえましたので、またオレンジジュース飲んでいきましょうか。消費すると、このバーを、そしてこちらに移動させてと。あ、やばい、リサイクル缶いらないのにな。これじゃない。こっちのブルーベリージュースが欲しいんだ。よし。箱の中には何もないと。ここら辺の、ハチェットがあれば壊して鉄くずにできるぐらいですかね。ウォッカ。ああ、インベントリーがいっぱい。とりあえずインベントリーがいっぱいだ。どうしたらいいんだろう。荷物がかなりいっぱいなので困りますね。ライター、紙。体温が下がってるのかな？体温半分ぐらいですね。これはまずい。あ、サーモン缶があります。イワシの缶詰か。お腹はいっぱいなので取れないならいらないか。さあ、飛行場はこんなもんですかね。とりあえずちょっと棒を拾って、焚き火をしよう。さあ、焚き火をしていこう。こっち側もかな？あれ、どっちから来たんだ？こっち側から来たのか。奥の方はもう何もありませんね。うん、この飛行機ぐらい飛べるとよかったんですが、飛ぶこともできません。とりあえず建物の中で、クラフトしないといけませんね。キャンプファイヤー。これが木の棒が8本ですね。あ、立てれない。工場の中ではダメなのか。さあ、仕方ないので、ここに作りましょう。拾ったのがこんだけ。さらに、ここから棒を取りましょう。さあ、ここで、紙がないので、巣しかないな。巣もあとちょっとしかありませんね。これで着火する。さあ、つかない。ついた？よし。これで少し体を温めたいと思います。体がちょっと温まったので、それでは飛行場を後にしたいと思いますが、せっかく燃料があるので、あ、しまった。燃料入れるにもインベントリーがいっぱいか。なので燃料入れようかと思いましたが、ちょっとインベントリーの関係もあるのでほっといて、次に進みたいと思います。道を見つけたんでね、こちらの道をどうだろう、辿っていけば他にも行けるのかもしれませんので、少し道を辿っていこうと思います。あ、先ほどの道はですね、農場方面に向かう感じだったので、再びですね、道なき道を進むことにしました。現在どこだろう？新しいマップに入ってますね。あ、そしてもう一個道があるのかな？これ道ですかね。よし。道かどうかわからないけど、雪解けの跡か。道かと思ったんですが違いますね。とりあえずこちらの方をどんどん西の方に向かって行きたいと思います。お、イノシシもいた。さあ、このまままっすぐ進んでいくとどっかにたどり着けるかな。なんか出たぞ。新しいマップに入ったということで、もうちょっと北側にハテナマークがあるぞ。さあ、このハテナマークのところは建物とかがある場所なので、建物行きましょう。あ、なんかちょっと待って。揺れてますが、違うのか。てっきりあったと思ったんですが違いますね。あ、でも建物っぽいのは左の方に見えてるのかな。この雪の間を行けば、あ、なんかちょっとタワーみたいなのが見えますね。さあ、はまってしまったんですけど、とりあえず見つかりましたので、ここまでちょっとスノーモービルを押していきたいと思います。さあ、道なき道を来て、とりあえずタワーのところまで来ましたね。よし、これでいいのかな。道がなかった。あ、トラックかなんかがあるか。さあ、ここに着きましたので、ちょっと登っていきましょう。マップ的にはここですね。なんか、名前が出るわけでもないですね。よし、開けてみる。あ、人がいたような感じもしますね。あ、しまった。ベッドがあったので寝てしまいましたが、こちらはいいでしょう。医療関係、包帯があると。火がつけれる、木の蓋。あ、鍋がありますね。あ、そしてライフル銃ゲットできた。ついにライフル銃ゲットですね。これライフルの弾めちゃくちゃあるんですけど、今までライフル銃がなかったので、使えませんでした。よし、これでとりあえずライフル銃はゲット。体はどうだ？冷えてますかね？冷えてますね。では、ここでちょっと暖を取っていきたいと思います。さあ、体も温まったのでいきましょう。特にここ高いからいろいろ見えそうですが、何もなさそうかな。ちょっと待ってよ。なんか固定された。あっち側に何かあるのか？危ない。こっち側に勝手に固定されたので、あちら側に何かあるっぽいんですが、何があるのか全く見えませんね。方角的には、どこだ？南西の方かな？南西の方に何かあるっぽいので、そちらの方に行ってみましょう。では、まずはスノーモービルに戻らないといけませんね。よし、こっから来て、あ、一応テーブルとかもあるのか。うん、この辺とぶっ壊せば薪とかはできそうですね。いやー、ちょっと武器とかがいっぱいありすぎて、船体が重いので、ちょっと困り気味ですね。さあ、南西はどっちだ？あっちか。このまままっすぐ行けばいいっぽいので、このまま向かいましょう。よいしょ。でこぼこしてますが、何かあるのかな？双眼鏡が勝手に固定されるのはありがたいですが、見えない状態であんまり固定されてもな。さあ、おーっと、湖か。こいつのことなのか？ちょっと待てよ。他は何もないのかな。ちょっと上の方に登って、見てみましょうか。よいしょ。タワーより高い場所にとりあえず登って、見てみましょう。あっちになんか箱っぽいのがありますね。他は特にはない。現在地が、あ、違う、もっと南の方なのか。アテナがあったのはもっと南側なので、ここの湖沿いを伝っていけば、何かがあるんだと思います。よいしょ、あー、ぶつかった。操作がかなり難しい。あ、なんかあれかな？なんかちっこいのが見えますけど、これなのかな？これのことでしょうかね。あ、海凍ってるのかな？凍ってはいないのかな？凍ってますね。あ、そして釣り小屋。釣り小屋が見つかりました。凍っていますね。ぶっ壊せば釣りができそうですが、釣り竿がありませんので、そのまま行きましょう。あ、なんだ、これか。釣り小屋がとりあえずありましたので、このままですね、池の周りをたどっていってみましょうか。これ、スノーモービル乗って大丈夫？氷。これ怖いですよね。よし、とりあえずここの、湖通りに進んでみたいと思います。さあ、湖沿いに行くと小屋が見つかりましたね。新しいマップに入ったって聞かれてますが、こちらの小屋の方にたどり着きました。釣り小屋がいっぱいあるところですね。少し探索してみましょうか。こちらも釣り小屋だから、まずは、中開けてと、レインパンツ、ライムソーダ、インベントリーがいっぱいと。飲み物の方は、まあ、水を飲めばなんとかなるので、最悪なくてもいいですね。暖炉が使える。こちらの方は本、あ、釣り具がある。釣り具ゲットしましたね。よし、これで魚が取れるのかな？布ゲット、本読む。あ、これ、高度な釣りテクニックが、身につくみたいですね。ちょっとこちらの方進めていきましょう。さあ、釣りテクニックゲットしました。さあ、こっちはなんだ？洗面所ですね。なんかあった？あ、下が開けれるのか。ロープと布。やばい、インベントリーがいっぱいだ。いやー、どうしよう、本当に。こんなにいっぱい何が必要なのかもわからない。よし、高級ベッドがありますので、この家を拠点としたいな。コンロもありますね。紙もあるので火はつけれそう。布。あー、やばい。もうインベントリーがいっぱいすぎてどうしようもありません。武器何か捨てるとかもいいかもしれませんね。本はどうすんだこれは。収穫するにすると、紙かなんかかな。あ、そうか。本は紙になるだけなのか。ということで、まずは暖炉に火をつけましょうか。何があるんだろう。布を一旦捨てて、紙をゲットしよう。で、紙を取る。紙を、ほくちに入れて火をつけましょうか。よし。さあ、これで体が温まりますね。布は一応拾っておきましょう。いやー、これどうしたらいいんだろう。はっきり言ってこれ、どんどん次から次へと行く感じですよね。とりあえず上半分は詰まった感じかな。あとは約半分ぐらいマップが詰まってないだけですので、どうしよう、こっから南下して、あ、ちょっとなんかつけちゃったな。今ここなので南下していく感じで、ここら辺とかも気になりますね。海沿い行くか、このまま大陸を突っ切って、下の方まで行くかが問題となってきます。さあ、太陽の方はどう？太陽の方は完全に温まったと。はい、ということで、ちょっと他の家も見ていきましょうか。もう一個の家がありますね。ここは一体何なんだろう？釣りか。釣り専用の場所なのかな？さあ、本。これは拾うか詳細。これは紙になるだけのやつかな。あ、こっちにも一応暖炉ありますね。布。部屋の方はベッド、そして紙、ロープ。ロープももう持ってないのかな？いや、荷物がいっぱいすぎますね。もうちょっと持てるといろいろ持っていけるんですが、インベントリーがいっぱい。あ、こっちに行くと外か。さあ、もう一つのここはどうだ？洗面所ですね。特に何もないということなので、ちょっと戻りましょう。車の中もちょっと開けてみよう。はい、入ってませんね。はい、ということで今日はいろいろ見つけましたね。飛行場もあったし、狩猟棟、そして魚釣り小屋、キャンプ場も見つかりました。マップの半分ぐらいはようやく見つけたんですが、まずは何の手がかりも見つかっていませんので、今後も引き続きですね、こちらのマップ完成させていきたいと思います。それでは今日はこれぐらいで終わろうと思います。皆様ありがとうございました。